6月23日、ニュースポストセブン、小学館が6年前に芸能界から引退した堀北真希さん、34の近況を伝え、意向話題を集めている。記事によると、夫で俳優の山本幸二、46と2019年に生まれた第2子と共に都心にある人気のイタリアンレストランで食事を楽しんでいたという。 2016年に日本テレビで放送された悲願花から警視庁捜査七課からお最後の主演作に芸能界を離れた靴北さんは青春派女優として知られていましたよね。しかし、引退後は髪を白に近い金髪にしたり、金英はピンク髪だったことで現役時代のファンからは今の髪型も似合っている矢面影がなくなってがっかりと様々な意見が噴出したんです。 女性誌ライター。大胆イメチェンをした堀北さんだが、実は現在のピンク髪になったのは最近ではないという。同じ幼稚園に子供を通わせているという保護者が明かす。昨年秋に行われた第一子が通う幼稚園の運動会の時にはすでに現在のヘアスタイルになっていました。ね。ピンク髪と書かれていましたが、実際はオレンジ色に近いです。 夫の山本さんと共にマスクを着用して参加していましたが、現役時代と変わらぬ美しさ。スタイルも全く変わっていないし、パッチリとした目はマスク越しにも目立っており、周囲の保護者たちも靴北さんを一目見ようと色めき立っていました。四角ママ友とのランチでローラしたこととは7月19日配信のウェブ版の女性自身では、 現在二人は東京と北関東を行き来するに拠点生活を送っていると報じているが、前での保護者はこう話すのだ。堀北さんのお子さんが通う幼稚園はスクールバスがあり学校まで送り迎えすることは基本的にありません。スクールバスのバス停周辺で靴北さんの姿もよく目にもします。お子さんも毎日通園していると聞いているので、 に拠点生活をしているとは思えないのですが、堀北さんは以前は保護者仲間から距離を置いていたというが、最近はママ友も増えたようだ。元芸能人ということでいろいろ詮索されるのが嫌だったようでお子さんが入園した直後は周囲と必要を最低限した会話をしていなかったようです。お子さんが通う幼稚園は職域に力を入れているとあってセレブ系保護者も多い。 上品な人が多く安心したのか、最近はランチに行くような心を許せるままとももできたみたいですよ。家族と過ごす時間がとにかく楽しいそうです。芸能界復帰 ?100% ないでしょうね、小復帰は全く考えていないとローラしているみたいですよ、全能。資格所属していた事務所からは看板女優が次々と姿を消し。 前述のニュースポストセブンでは夫の山本が家族ファーストのため遅い時間の飲み会は立っているとも報じられている。山本夫妻を知る芸能プロ関係者が話す。飲み会好きで知られていた山本さんが家族ファーストになったのは靴北さんが芸能界を引退してまで家族を優先しているからです。堀北さんはお子さんはもちろんのこと。 山本さんの仕事を支えるために家事も完璧にこなしているそう。山本さんも少しでも協力したいという思いがあるのではないでしょうか。前述の東京と北関東との二拠点生活話についても芸能プロ関係者はこう語る。移住先と言われている北関東にはもともと山本さんファミリーが所有する別荘があるんです。 新型コロナの感染が拡大した20年春以降はドラマや映画の撮影がストップしたり行動制限が出ていた上お子さんが通う幼稚園もリモートになったことで一時この別荘に長期滞在していたようですよその頃 SNS などでは別荘付近のショッピングモールなどで靴北さんの目撃情報が相次いだそれで移住したと思われたのではないでしょうか そして、芸能プロ関係者も、靴北さんの芸能回復期は考えづらい、と話す。桐谷美玲さん30、三ん智秀さん20、旧黒木くめいさん3 3 5も退社するなど靴北さんが所属していた事務所は社長のパワハラ疑惑が週刊、文みは文芸春秋で報じられ次々と看板タレントが離れて、います。 堀北さんはもともとスカウトされてデビューしたこともあり、芸能界へのこだわりは強くない。多忙な芸能界から離れようと山本さんと強引にゼロ引っ込んをしたとも言われていますからね。お世話になったスタッフの作品などにサプライズ出演する程度の復帰ならあるかもしれませんが、靴北さんの性格面を考えても本格復帰はないでしょうね。 現役時代と変わらぬ美しい金鋭から復帰待望論が出る堀北さんだが、どうやらそれは叶わぬことのようだ。四角、画像、堀北真希さん、ピンク髪との超ギャップ最後の主演作で見せた美しすぎるロング黒髪ショット。2016年1月期のドラマ、悲願花から警視庁捜査な中から、が、靴北のラストドラマとなった。